現実の男子には興味ないわけ。ないんだ。まあ、こういうパーソナルスペースにこうやって入ると。恋への恐れというか。それあるでしょ。まずそれを、まずは一歩出る。で、なんかいろいろあるから。すいません、カメさん、その紫色のカーディガンめちゃめちゃ似合ってると思うんですけど、紫芋が食べたくなるというか、そういう意味でちょっとお腹すっちゃうんですよね。え、どこ向かってんですか？大丈夫、把握してる？自分がどこを向かっているか、人生どこ向かっているかみたいな把握してます。あ、ここですか？婚姻届、区役所に婚姻届。アニメのグッズ買いに来たんですね。欲しくてたまらんみたいな。どういうやつですか？ボカロイド。ボーカロイド。何それ？ロボットが歌ってんの？そのなんかグッズ買いに行くの？マジでこんな夜にボーカロイド気になってしょうがないんですよ。それは何？どういう歌手たちの、ロボたちがなんか成長していく物語みたいな感じなの？あ、そうなの。あ、歌歌うだけなの？マジで？有名な歌とかもあるんですか？あ、マジで？え、でも聞いたことあるかな。ちょっと歌ってみてもらっていいですか？千本桜。マジで？千本桜っていうか、カラオケ行きたくないですか？え、それ店何時までやってんの？あ、23時まで？もうめっちゃ時間、そんな遅くまでやってんだ。え、カラオケとか行きます？あ、行きます。そのボーカロイドのまずその曲をまず知りたいし、でそれで上げといてからもうその勢いで買うみたいな。それちょっとやりませんか？その方が買った時の思い出が残るというか、違うと思うんですよ、あとあと。そのグッズを家に飾っとくにしても入り方が違うというか、部屋への設置され方が違うというか、やっぱ上げといてからの買うみたいな、それ多分やった方がいいと思うんですよ。の経緯 というか、それもそうでしょ。それそうでしょ。あ、じゃあマジで、じゃあカラオケ行こうよ。カラオケ、うん、歌いたいでしょ。歌いたくなってきたでしょ。あ、最近行った？最近行ってない。よく行くんですか？友達と。あ、人からはやったことない。任せてください。僕は盛り上げ役としても10年ぐらいやってきてるんで。喉も渇いたでしょ。ギラギラしすぎてて、マジで本当喉も渇くよね。カラオケ飲み放題につけるんで、軽く 2,3 曲サクッと。もう黙ってるんで、僕は喋んないんで。行きましょう、行きましょう。え、なんかどういう人好きなの？価値観近い人。何、オタクってこと？あ、普通の大学生ね。え、でも結局イケメンですよね。イケメン系じゃないでしょ、多分。付き合ったらさ、え、どういうことしたいわけ？あ、食べたいとか。ディズニーとか。ベタにディズニー行きたい。なるほど。あ、これね、初音ミクとかね。さすがに分かった。あ、これボカロって言うんだ。え、これもいつから好きなの？中学生から。歴長すぎじゃん、マジで。へー、ずっと好き。で、今何、学生だったっけ？だいぶ何年？あ、そうなのね。なるほど。で、大学生っぽいことした？オタク活動ばっかり。あ、そうなの。なんか釣せんの？行けとかも行くわけ？行くの？マジで？現実の男子には興味ないわけ？ないんだ。あ、じゃあまずそこ練習だよね。まあ、歌が上手いのは分かったんだけど。あ、でも可愛いじゃん。え、なんかさ、え、手とかさ、これ触るじゃん。
なんかさ、人の体温がこう伝わってくるわけじゃん。気持ちが反応したりするじゃん。するのかな、しないんすかね。まあでも恥ずかしいよね、なんかね。男子となんか何やかんやあったりないんですか。男子友達はいんの。あ、デートしたことは。口説いてきた。あ、デート行かなかったの。行ったんだけど、進展せず。向こうグーグー来なかった。嘘。え、その人ちょっと何好きだったの。何と思ってた。あ、マジで。一旦なんかその、そういう恋の流れをモテる路線みたいな入れてねえといけないと思うんですよ。でもさ、まあ、俺も男子じゃん。まあ、こういうパーソナルスペースにこうやって入るとこうなんか触るとさ、生物学的には本来反応しなきゃいけないわけよ。なんかちょっとでも恥ずかしいよね。でも努力しない、努力するでしょ。あれなんかあれ何か喋んなくなった。いやでもなんかちょっと落ち着か、ちょっと落ち着く。俺はちょっとなんかやっぱりこうやって手握ってると落ち着くというか、でもなんか科学的にはオキシトシンとか出るわけよ。そうすると女性ホルモンとかが出ると精神的にも安定し、かつ男子たちを引きつけ始めるみたいな。でもまずはそのホルモンを出すことから。ホルモン活動だわ。急に喋んなくなったよね。ちょっと散歩しよっか。酒もいいけど、ちょっと夜風当たりに行こうか。まずは恋をするには、イケメンを捕まえるには内面を作る。まず自分が恋をしてドキドキしてるみたいな内面を作ることによって、実際にそういう人が現れるみたいな引き寄せの法則みたいなのあるから。まあやっぱり手とかつなぎたいじゃん。手つなぐじゃん、こうやって、こうやって手つなぐ。で、ディズニー、ちょっと今からディズニー行こうか。じゃあディズニーと提携してるとこあるんですよ。知らないでしょ。ディズニー行きたいでしょ。最初にやっぱり付き合って最初に行くとこやっぱりディズニーじゃん。で、めっちゃデートしてるなって感じが一気に高まるやん。ほんで、フラッターマウンテンでの水しぶきで弾けるやん。それをやろうか、今から。今からやろうか。ここが、実はディズニーと提携している。ディズニー感じる？いつでしょ。ほら、見て、ほら。これは7人のコミックみたいじゃないですか。実はこうやってね、隠れディズニーみたいになってます、これ。知る人ぞ知る。ここに入ると、もう、プリンセスに、ちょっといきます。ほら、見て。プリンセス仕様のこの、あとは王子町みたいな。王子町セッティングがされるんで。そしたらもうなんかね、もう現れざるを得ないというか。ちょっと待って、ちょっと待って、ほら見て。かわいいっしょ。バリ感じるでしょ。あのさ、わかるわかる。だよね。心のブレーキというか。それあるでしょ。まずそれを、まずは一歩出る。で、なんかいろいろあるから。バラの湯みたいなのあるから。フルーツも置いてあるから。あ、ほら。天幕付きお姫様ベッド。いや、ちょっとあの7万人突破しました。10万人か。10万人いった暁にはとんでもないビッグプレゼント準備してますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録まだの人お願いします。あと今のうち LINE 登録もしといてください。あざっす。